乃木坂46が大好きな小春立花です。よぐ、霊夢だよ。 YouTube からお送りしている立花&霊夢のヨーグルトラジオ、記念すべき第1回目の放送が始まりました。イエーイ、パチ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 、いよいよだね、立花ちゃん。ドキドキだね、霊夢ちゃん。さて、やりたいことはたくさんあるけど、どのあたりから始めればいいのかな。初回放送ということで、まずは私たちのことや番組についてリスナーさんに説明しなきゃだね。それもそうだね。この世界での独自のキャラ設定とかあるからね。ということで、今日最初のコーナーは自己紹介になるんだけど、でもコーナーに入る前にタイトルコールというかジングルを流すよ。おお、ラジオっぽくていいね。それでは、YouTube から世界のどこかで聞いてくれているあなたへお送りする、立花&霊夢のヨーグルトラジオ、最後までゆっくりお楽しみください。立花だよ。霊夢だよ。ヨーグルト。ヨーグルト。ラジオ。YouTube から小春立花と、白霊霊夢の MC で放送している立花霊夢のヨーグルトレディオ。今日最初のコーナーは私たちのことや番組のこと、リスナーさんにご説明する枠になっています。略して WLSW。 イエーイ、パフパフ。じゃあ私から行くね。この世界で私、小春立花はどこにでもいる普通の高校生ということになっています。あれ、立花ちゃん、アイドル活動してなかったっけ。一応してるし、アイドルですって自称することもあるんだけど、本当のところは全然売れてないんだ。全然ってどのくらい。物理に出てくる軽い糸とかバネの質量と同じくらい。それは無視してもいい程度ということですか。シュン。ごめん、なんかごめん立花ちゃん。いいよ、この世界ではこれが現実だから受け止めないとね。でも、ほら、立花ちゃんは、ほら、勉強得意だよね。霊夢によく教えてくれてるよね、数学とか。数学は割と好きなんだ。霊夢と立花ちゃんは同じ学校の同じクラスなんだけど、霊夢はバカだから授業についていけないことが多くて、よく助けてもらってるよ。立花ちゃんは偏差値どのくらいだっけ。そこまではちょっと個人情報だから言えないよ。でも確か、国公立大学進学希望だよね。一応。でもそれは消極的理由で、立花の家、あんまりお金ないから、大学に行くとしたら、国公立しか行かせてもらえないんだ。しょうがないんだけど。何か暗い話になってきました。ごめんね。ということで次は霊夢の紹介をしよっかな。霊夢もこの世界ではどこにでもいる普通の女子高生だよ。空を飛んだりできないよ。ただ、家は昔から神社をやってるから、お正月なんかは巫女としてお手伝いすることもあるよ。遊びに行ったことあるけど、山の上にある結構大きい神社だよね。建物は大きいけど、普段からそんなに賑わっているわけじゃないから、お父さんは別の仕事もしてるよ。今はそういう神社も多いみたいだね。あとは、漫画が好きでよく読んでるよ。最近読んだ漫画は監獄学園とか食糧人類理とかかな。学校でもよく読んでるよ。立花もたまに貸してもらってるよ。立花はそこまで熱心ってわけじゃないけど。部活はやってなくて帰宅部だね。立花もやってないよ。アルバイトやアイドル活動や勉強で忙しくて、できる状況じゃないんだ。憧れはあるけど。だから霊夢たち、授業終わった後、家に帰るの早いよね。クラスで大抵は私か霊夢ちゃんが一番早く帰るよね。帰って漫画を読んだり、野球を見たり、YouTube を見たりしたいからね。立花も YouTube 見るよ。どんなの見るんだっけ。クイズノックとか、ゆっくり解説とかは結構見るよ。この番組でもクイズとかやりたいね。クイズノックみたいに面白いクイズとかパズルとかやっていきたいね。話の流れで、今度はこの番組についても話してみよっか。そうそう、番組の略称を考えたんだよね。正式名称の立花&霊夢のヨーグルトラジオはちょっと長いからね。
略称は、ブルル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 ル、ドン。ヨグルラ、です。イェーイパフパフ。ヨグラジ、と悩んだよね。うん。二人で結構あれこれ考えたよね。ヨグラジ、の方が言いやすいし分かりやすいとは思うんだけど、ヨグルラ、の語感の方が可愛いって結論になったよね。うん。可愛い方が良いもんね。それで、番組公式ハッシュタグも、ヨグルラ、に決まりました。このタグをつけてツイッターで番組の感想をたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです。もしかしたらハッシュタグ検索で、メッセージを拾いに行くかもしれないよ。行かないかもしれないけど。あとは番組独自の挨拶があるよね。ヨグーだよね。ヨグー、皆さんも番組へのメッセージや、お友達同士で使ってくださいね。ヨグー。さて、いろいろ話してきましたが、ここで自己紹介コーナーは一旦閉めて一曲お届けしましょう。私、小春立花の選曲です。鏡音凛で G。 彼女がまた笑ってる、日差しを窓で人レイディオ。ここからは先ほどとは別の企画をお届けいたします。ほい。題して僕のタイムワープ。イエーパフパフパフ。このコーナーではまずマイナス1000から2021までの乱数をアプリを使って生成します。ほうほう。そしてその出てきた数字の西暦の年やその周辺時期に起こった歴史上の出来事について語り、まるで時間旅行をしたような気分になっちゃおうというものです。面白そう。それでは早速いきますよ。ブルルルルルル、ドン。さて数字はいくつでしょう。はい、出ました。902です。それでは西暦902年に飛んでみましょう。タイムワープブインブイン。はい、西暦902年にやってきました。場所はどこですか。今回は日本です。時代区分で言うと平安時代、時の天皇は醍醐天皇ですね。ああ、丸くてもちもちして美味しいよね。それは、団子、だよ。先の方は辛みが強くて、葉っぱに近い方は甘みが強いんだよね。それは、大根、だよ。醍醐天皇は摂政、関白おかずに天皇神政を行ったり、紀貫之に古今和歌集を編纂させた人だよ。
古今和歌集は何か、国語の教科書とかで見たことある気がする。序文や有名な歌は中学校の教科書にも載ってるからね。霊夢ちゃん、小野小町のことは知ってるかな？聞いたことあるよ。確か世界三大美女の人だよね。小野小町はちょうどこの時代に活躍した歌人ですね。確かに非常に美しかったという逸話が多く残っています。それでは古今和歌集から小野小町の歌を一首ご紹介しましょう。思いつつ寝るばや人の見えつらむ夢と知りせば覚めざらましよ。さてさて、どういう意味ですか？好きな人がいて、その人のことを恋しく思い続けながら眠りました。夢でその人と会えたのはそのおかげかな。でも夢と分かっていたらそのまま覚めないでいたのにな、という意味だよ。説明説明よ、小町ちゃん。霊夢の中の乙女心がキュインキュインと反応して大洪水だよ。そして西暦902年は和暦で言うと縁起2年となります。方針縁起？縁起は延長線の縁に喜ぶと書くよ。あいや、西暦902年、縁起2年の歴史的に重要な出来事としては、醍醐天皇の発令した縁起の荘園制リレーがあります。何ですかそれは？当時横行していた違法な荘園を取り締まる行政命令だよ。うん、まだわからない。荘園とは何ですか？時代によって変遷があるんだけど、ものすごくざっくり言うと、国家が所有する土地である公地や公領に対して、国家以外の勢力、例えば貴族や地方の豪族、自社勢力、有力農民らが自分のものとして所有する私有地のことだよ。違法な私有地なんてあったの？それがいっぱいあったんだよ。霊夢ちゃんは高知公民って聞いたことあるかな？スポーツ報知ならよく読んでるけど。645年から始まった大化の改新で示された政権による土地や民の支配方針なんだけど、最初の頃の大和政権は豪族の連合体という色が強くて、各地の豪族たちは各々の支配領域で私有地と私有民を持ち、それを経済基盤としていたよ。俺の土地は俺のもの、俺の民も俺のものだと。ただ国際情勢の変化などもあり、政権は徐々に中央集権国家体制を目指し始めたんだ。追加天皇や蘇我氏、馬屋等による官僚制度の整備もそういった流れの中の出来事だよね。あ、聞いたことある。聖徳太子のことだよね。さらにその流れの中で行われた天皇を中心とする中央集権国家を目指す政治改革が大化の改新で、高知公民制度がその根幹だよ。各地の豪族が私有地、私有民としてきた土地や農民を国家のものと改め、国家が直接支配していくよっていう方針を出したんだね。いやいや、霊夢の土地は霊夢のもの出し上げないし。実際にはゲームじゃないからすぐに物事は進まなかったけど、701年の大宝律令を経て徐々に改革は実行されていったよ。もう少し詳しく言うと藩田収授というんだけど、国家が農民に公地である農地を貸し与えて、農民はそれを耕し収授の税を納める、そして農民が死んだ後その土地はまた国家に戻るという制度ができたよ。せっかく耕したのに家族に残せず返すの、すごい嫌だよね。他にも布の類や地方の特産品を都のある奈良まで自分で歩いて持って行って納めなきゃいけなかったりして、農民の負担はとても重かったんだよ。徴兵もあったしね。パッパ、兵隊さんに取られてしまうん？そうしたら誰が畑を耕すん？霊夢のおまんま誰が稼ぐん？万葉集に収録された当地の農民の暮らしを歌った山の上のオクラの貧窮問答歌を一部現代語訳で紹介するね。貧窮問答っていうタイトルからしてヤバいでしょ。世の中は広いと言うけど私には狭い、太陽や月は明るいと言うけど私のためには輝いてくれない、みんなも同じなのかな、私だけなのかな、偶然にも人間に生まれて人並みには働いているのに、麺も入っていない海藻のようにボロボロの衣を肩にかけている、低く潰れかけて曲がった家の中では地面に直接藁を敷き、お父さんとお母さんは枕の方で、妻と子供は足の方で私を囲むようにして、
悲しんでうめいている。かまどには火の気もなくて、ご飯を炊く道具にはクモの巣が張っている。ご飯を炊くことも忘れてしまったんだよ。ヌードリのように泣いているよ。それでもただでさえ短いものの端っこをさらに切るように、鞭を持った徴税のための役人の声が寝床まで聞こえる。もうどうしようもないよ。こんな世の中じゃ辛くて耐えられない。だけど私は鳥じゃないから飛んでいくこともできない。辛すぎるでしょ。これは何かもうすっごい悲しい気分になるんですが。こんな状態だから一種の脱税が横行したよ。荒れた土地を残して逃げちゃったり、出家しちゃったり、戸籍を偽ったりね。男性より女性の方が税負担が軽いから、戸籍上は村人が女性ばかりなってしまうという事態も起きたよ。女の子ばかりの村とか少し燃えるけどね。そうすると税収はどうなると思う？そりゃ納める人が逃げちゃったら結局税収は減るよね。そういうことだよ。そこで政権は税収を確保するために公地公民の方針を修正し始めるよ。大きいのは743年の墾田永年私財法だよ。あーあれか。聞いたことあるよ。モンゴル帝国が攻めてきたけど追い返したやつでしょ。全然違うよ。新しく耕した土地は自分のものにしても良いよっていう法律だよ。みんな土地をもらっていいのか？まあ議会によって制限はあるけど。おかわりもいいのか？まあ遠慮しなくていいんじゃないかな。うめ。ただし税は取るけど。うげげぼげぼ。大丈夫。まさか税を取るとは。税収拡大のための政策だからね。うげげぼげぼ。続けるね。墾田永年私財法は貴族や寺院、地方豪族や有力農民たちの私有地の拡大につながったんだよ。力のある者の方が大規模な土地開発がしやすいからね。労働力は周辺の農民や反田集中から逃げてきた農民を使ったよ。こういった私有地を初期荘園と言うんだよ。ようやく荘園が出てきたね。ただこの初期荘園も第五天皇の即位していた10世紀にはかなり衰退していたんだよ。そうなの？代わりに貴族たちが有力農民らと結びついて私的に電池を拡大するという事態が起きてたよ。そうして農民は税を逃れ、貴族は私的に利益を得るようになっていたんだよ。もはや世紀末伝説的無法地帯。当然国家財政は圧迫されるよね。こういった時代状況の中で第五天皇が出したのが902年の変義の荘園制理令だよ。902に戻ってきました。第五天皇は同じく902年に反乱もしているよ。大化の改新以降を目指してきた中央集権の律令国家の在り方を再び取り戻そうとした天皇だね。そう聞くと立派な人なのかな。ただ演技の荘園制理令はあまり効果がなく、公地公民制から土地優勢へという時代の大きな流れは変えられなかったよ。反乱も結局この902年のものが最後になったんだよ。第五天皇より後の天皇も何度か荘園制理令は出しているけど、どれも同じく効果は薄かったよ。時代の流れじゃ仕方ない。第五天皇、あんたは頑張った。土地は権力の源泉だからね。貴族や地方の豪族、寺院、有力農民などは私有地を拡大するにつれ勢力を増していったよ。これが後の摂関政治期の藤原氏の栄華につながったり、地方に土着した下級貴族や有力農民らが武士団を作るのにつながったり、仏教勢力と関係が深かった白河上皇后の院政につながったりしていくんだよ。ちなみに第五天皇は西暦885年生まれなので、902年の演技の荘園制理令の時は満年齢で17歳だよ。嘘。ダメじゃん。霊夢もそろそろ霊夢王国の公民たちに何か命令を出してみようかな。ということで今回は西暦902年とその周辺の時期の日本にタイムワープしてきました。この企画は場所を日本に限るつもりはないので、次回以降はもしかしたら他の国に飛ぶかもしれません。霊夢はエロ漫画島に行ってみたいよ。ではここで一曲お届けいたします。霊夢ちゃんの選曲ですね。通学中とかによく聴いてる曲だよ。
それでは聞いてください。鏡ねりんでハリングデイズ。YouTube からお送りしているリッカ&レイムのヨーグルトラジオ、そろそろお別れのお時間です。あっという間だったね。初回放送だったけどうまくできたかな。うまくできたかどうかはわからないけど、レイムはとっても楽しかったよ。うんうん、リッカも楽しかったよ。またやりたいね。不定期放送だから次回の予定は未定だけど、この初回放送が最終回放送にならないといいなとは思っています。永遠のお別れは草。ではここでお知らせです。私たちのゆっくり解説動画、定価者の出てくる運動方程式の教科書問題を解説が最新回として現在このチャンネルで配信中です。ぜひご覧ください。そして番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。今募集してるのはまだ普通のお便り、普通おただけだけど、これから視聴者参加型のいろんな企画を考えていこうと思ってるよ。お便りはコメント欄からお送りください。まああんまり拾えないかもしれないけど、その時はごめんなさい。それでは次回もまた楽しくお会いしましょう。
ここまでのお相手はちしびお AI 出身で元気100倍アイドルの小春立花と東方プロジェクト出身で小ボケ担当の白霊霊夢でした。バイバイキン。バイバイだよ。熱い、熱いラジオにしていくぜ。